さあ、行っちゃうよ。はい、皆さんどうもこんにちは。セナです。ご無沙汰してます。最後の動画からもう2ヶ月とか、3ヶ月ぐらいもう経とうとしてるんかもしれないんですけども、多分最後の動画がね、卒生やばいとか、卒生やばいみたいな動画で、これから卒生頑張っていきますみたいな内容だったと思うんですけども、まあ無事、まあもちろん卒生終わりまして、提出しまして、まあいろんな結果が出たりとか、ね、まあ外部のやつも出してみたりとか、まあそっから就職したりとか、みたいな感じで、まあ結構まあ僕とモリモリの環境がガラッと変わっていますので、まあそちらを含めね、これからの、この YouTube アーキソフト研修学生というね、YouTube チャンネルどうやって運営していくのとか、まあまだやるのかとか、まあそういったいろんなことをちょっと、まとめてこの一本で話していきたいかなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、まずなんですが、僕、就職どういうところしたのとか、もりもりどうなってんのとか、今、まあ、いろいろあると思うんですけど、まず僕なんですけども、まあ、とりあえず就職しました。ありがとうございます。おかげさまで就職することができました。で、今、どこにいるかというと、まあ、一応さっき言っとくんですけども、東京です。東京で、まあ、上京してきました。大阪から。で、今、一人暮らししてます。で、まあ、こんな感じで、まあ、まだね、全然段ボールがいっぱいあったりとか、家具全然揃ってないみたいな状況なんですけども、まあ、それはまあ、さておき、それよりも、まあ、これから YouTube どうしていくのみたいな方が大事だと思うので、そちらの方を皆さんにちょっと話していきたいかなと思います。で、まず、ちょっと、卒生の動画、お金どれぐらいかかった、結果どうやった、とか、もうちょっとこうしとったらよかったな、みたいな反省点とか多分いろいろ、まあ僕もモリモリ二人ともね、あると思うんで、まあそれらをちょっと動画で、それぞれまあ3本か4本ぐらいで出していきまして、っていうのはまず大前提で今考えております。で、これからね、就職したけど、まあ、言うならば副業みたいな形に、YouTube が副業みたいな形になると思うんですけども、まあそちらの方は僕はまず第一クリアしております。まあそれなんでかっていうと、まあそれができる、YouTube ができる、SNS の活動をどんどんやっても OK っていう大前提のもと、会社を選んだというか、まあそれで OK だよっていう風な許可を得ていますので、僕の方は今までと変わらず YouTube で収益も上げますし、CG 屋さんとしても、自分個人で働いていきます。のでそこは何も変わらないので大丈夫なんですが、モリモリの方はですね、具体的にはそこまで、あんまり話せないんですけども、モリモリも一応このアーキソフトとして YouTube チャンネルにまだこれから、ずっと携わっていくことになります。なんでこれからは一応ね、今まで通り僕とモリモリと2人で、基本は建築ソフトの解説チャンネルということで進めていきますので、これからもね、まあ、アーキャットツインモーション、これからどんどん、ユーザーがね増えてくると思うんですけども、まあ、その人たちに向けてどんどん解説動画を載せていくと同時に、建築学生の時にね、まあこういうのをしたらよかったなみたいなこととかもいっぱいあるので、まあそちらの方も解説していったり、パソコンの話をしたり、まあちょっとした部屋紹介みたいなしてみたり、まあいろいろできることあると思いますので、なんせね、まあこのチャンネル、就職しても、大学卒業しても、辞めることはありませんので、これからも僕とモリモリ、中心に頑張っていけますので、このアーキソフトチャンネル、これからもどうぞよろしくお願いいたします。で、今現在ね、インスタの方で、インスタのストーリーで、アーキソフト建築学生がもう建築学生じゃなくなっちゃったんで、その名前をどうしようかなみたいなのをちょっとインスタの方でアンケート取ったりしてるんで、もし、まあ、多分これ動画出てる時にも決まってると思うんですけども、まあ、この動画と同時、上げると同時ぐらいに名前を書いていきますので、今またちょっと確認してみてください。で、そしてまたこれから何かアーキャドやツインモーションなりイラストレーター、フォトショップなど、まあ、いろんな情報ね、まあ、ちょっとパソコンのこととか知りたかったら、全然コメントしていただいたり、DM していただければ、できる範囲で答えていきたいと思いますので、これからもどうぞアーキソフト、含めモリモリと、僕、セナをよろしくお願いいたします。はい、ということでね、これからどんどんね、僕とモリモリで、中心に頑張っていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上になります。ありがとうございます。バイビー。バイビーって言っちゃった。バイバイ。